昨日午後3時過ぎ、北九州市八幡西区浅川学園台の2階建て住宅から出火し、2階部分やウッドデッキなどおよそ40平方メートルを焼く火事がありました。隣の住宅の雨どいなども焼けました。出火当時、一人で家にいた中学生の長女は外に逃げ出し、けが人はいませんでした。この住宅では、おととい夜にもウッドデッキに置いていたゴミ袋が燃える不審火があり、付近を捜査中の警察官が昨日の火事に気づき、消火に当たりました。警察が放火の疑いも視野に捜査しています。